が一番組織の生産性に影響している世界の共通言語は英語ではなく数字ですので。はい、皆さんこんにちは。とけのねささとまいです。今日のテーマは伸びるやつは言葉に厳密であるです。 先月あるポストが X で大バズりしました。伸びるやつは言葉に厳格。これ正しくは厳密ですね。であると。でこのポストは過去最高にバズったんですけれども、500万人の方が見てくださって、えっといいねが1.5万件、リポストが2800弱ということで、私の発言がバズったというよりも、この時に引用させていただいた切り抜き動画に対する反響がものすごかったです。大体バズるポストって賛否両論生むものが多いんですが、このポストに。 関しては9割以上の人が賛同する結果でした動画の内容をご紹介しますビジネス系 YouTube のピボットで花丸学習会代表の高浜正信さんの会で勉強が伸びること伸びない子の親子の会話の特徴について説明している切り抜きの盤面ですね伸びる子供の親子の会話こういう会話です小学校1年生のお子さんとお迎えに来たお父さんがいますとでお子さんが給食の時にまるまるちゃんがこう言ってねすごい楽しかったんだよっていう風うに言うとお父さんは んそれは楽しいじゃなくて嬉しいでしょうというとでお父さんは、まあ、この楽しいと嬉しいの言い違いも、まあ、嫌なんですまあ、そういう人生なんですとで言葉が厳密じゃないと嫌だと思っているから、まあ、さらっと言っているとで一方伸びない子供の親子の会話をこういう会話ですで伸びない子の家でよくあるのはお母さんが子供にちゃんとやったのというふうに聞いたことに対して子供はというか腹減ったというと でお母さんがちゃんとやったかどうか聞いているからそれを言わなきゃいけないのにお母さんもというかお母さんも買い物忘れた。 っていうふうに、まあ、そのちゃんとやったかを聞かないっていうことですね。つまり、会話が崩壊しているってことです。口頭言語のレベルが学力そのものだというのが、な長年見ていて大事だと思うっていう話をされてました。で、親の学歴が高いから、子供も勉強ができるっていう考えは。高間さんからすると、関察が甘いということで。親が言葉に厳密だから、子供が勉強ができるっていう考察をされていたんですね。で、これについて、今日は私からも補足というか、なぜ述べる人は言葉に厳密。な ののかについいててその理屈を解説していこうと思いますこれは子供だけではなくて大人も、まあ、伸びる人、成果を出す人、パフォーマンスが高い人言葉に厳密です。今日のポイントは3つです。1つ目、頭がいい人は世界を細かく刻める。2つ目、優秀な人はダイエットが得意。3つ目、倒産寸前の旅館に DX を導入して V 字回復した話。この3点についてデータをもとに解説していきます。 で、まず1点目のトピックです。頭がいい人は世界を細かく刻めるですね。何らかの成果はですね、様々な選択の結果であるっていうふうに考えると、ケンブリッジ大学、バーバラ・サハキヤン教授の研究によりますと、人は1日に最大3万5千回の決断をしているそうです。この膨大な意思決定の積み重ねが、後に成果が出る、出ないとか、伸びる、伸びないに関わってくると思っています。高浜さんの考察、伸びる人は言葉に厳密であるに対して、伸びない人というのは言葉に まあ、厳密じゃないといいととうに定義できると思いますけれどもの言葉に厳密じゃない人の意思決定の特徴っていうのは、まあ、無意識で行われてるってことですね。無意識っていうのは感情とか気分とか自分の癖、思い込み今までのなんとなくやってきた習慣そして常識決めつけで行われています。 物事をなんとなく漠然と捉えているってことなんですよね。漠然としか捉えることができないと物事をコントロールできません。お仕事や人間関係、健康面などですね、様々な面において自分で家事を取っていけるという感覚が非常に大事で物事をある程度は自分でコントロールできる感覚があると人の幸福度は高まるということが分かっています。言葉によってこういった無意識のものを意識上に上らせることができます。認識できる ものが増えるとコントロールできることが増えていきます。 ノースイスタン大学の心理学者であるリサ・フェルドマン・バレット先生は無意識化にある感情の中でも感情知性について研究しています感情知性というのは自分と他人の感情を理解できたり自分の感情をコントロールできるような頭の良さの指標ですねこの感情知性が高いと相手のニーズを組めるので消費者心理を読み解くのがうまかったりとか自分はこうしたいとか逆にこうしたくないっていうように自分のニーズを相手に言葉で伝えることができます今日ご飯何食べたい 何でもいい。じゃあ中華は、中華は中華は嫌だ。何でもいいって言ったじゃん。みたいなやりとりで契約になりにくいわけですねで。バレット先生が提唱する感情知性の上げ方としては、ボキャブラリー、語彙を増やすっていうことと、感情の流度を細かくするっていうことを上げてらっしゃいます。ボキャブラリーを増やすことに関してはその言葉の通りなんですが、この感情の流度について説明しますと、感情の流度が荒い状態というのは、 例えばネガティブな言葉に対して辛いとか無理のように。 1>, 1個から2個のボキャブラリーでしか表現できないような荒い状態ですねで一方感情の流度が細かい状態というのは尺に触るとか腹が立つ失望するなどの複数の表現がこう思いついてその中からしっくりくるものを選択できる状態これが感情の流度が細かい状態と言います自分の感情の言語化レベルが高い人はそうじってセルフコントロール能力まあ自制心ですねが上手でアルコールとかドラッグに依存しにくく病気 でもかかりにくいってことが分かっています。言葉というのは世界の切り取り方なんですよね。の切り取り方が、まあ。 荒いとととと漠然ななんんくででしか世界を捉えることができません人間が近くできる世界っていうのは言葉でできています。人が見えている世界っていうのがまあポイントで、まあ、見えてない世界もあるっていうことですねで。見えてる世界と見えてない世界の違いは何かっていうと言語化できるものかできないものかの違いなんですね。で今この空間で見えているものって自分が言語化できるものしか実は見えていません。皆さんの目の前にはたくさんのものが映っていると思いますけれども、これ区別をしなければ みんなただの物体ですよね。 でもっとミクロの世界で見れば、分子の集合体の、まあそういった集まりがごちゃごちゃしているだけの世界なわけですよ。で、このように見方を変えると、本質的には、世界には、まあそもそも境界線がないっていうことに気づくと思います。でもし、人間がこういったミクロの世界で生きているのであれば、言葉という境界線を引く必要はないんですね。でも我々人間っていうのは知的生命体、まあ考える生き物ですよね。で考える、思考するっていうのはどういう状態かっていうと、人間は何らかの自分の考え、 思考っていうのを言葉に出す口に出す前に頭の中で考えを整理する段階ですでに言葉で思考をしています人間の思考はすべて言葉で構成されていますので人間が認識できないものとか考えられないものは言語化できないということですでよく頭では分かっているけど言葉にできないという方いらっしゃるんですがこれ本当は分かってないんですね 続いて2点目のトピックです。優秀な人はダイエットが得意ですね。これ私の観察なので統計をきちんと取ったわけではないんですが、ダイエットが得意な人には優秀な人が多いなという印象です。これ経営者含めですね。ダイエットって一時的にはこうストレスがかかって辛いんですけれども、やることをやっていれば結果が出る代表例がダイエットかなと思います。これダイエット頑張ってるんだけど成果出ないっていう人が、まあこういうふうに言ってたとしましょう。 最近全然食べてないのに痩せないと運動もめっちゃ頑張ってるのに。 っていう人がいたとしますね。でも、まあ、事実確認をすると、最近っていうのがここたった2日ぐらいの話だったとか、全然食べてないっていうけど、じゃあ今朝何食べたのかっていうのを聞くと、キャラメルフラペチノだけ飲んだとかっていうし、でめっちゃ頑張ってる運動って何してるのかって聞くと、週に1回ピラティスやってますみたいな感じで、私がもしダイエットコーチだとしたら、あの、ぶち切れる案件ですねで。原料が目的であれば、消費カロリーがですね、摂取カロリーよりも多ければ痩せるっていう超シンプル ルール,ルなわけですよダイエットっていうのはで厚労省の指針によりますと体重を1キロ落とすには約7000キロカロリー減らせなければいけないとで1ヶ月を30日として考えると1日あたりだいた233キロカロリーほど消費カロリーを増やすかあるいは摂取カロリーを減らせば1ヶ月後ね1キロ痩せる計算になるわけですよねでこういうふうに1ヶ月後に1キロ減量するぞという目標を立ててでは1日230キロカロリーをすればいいんだなとということは夜ご飯はご飯は食べないようにし とかご飯は抜きたくないから通勤時間に徒歩一時間歩くようにしようとかですね一ヶ月後に一キロ痩せるっていうのはちょっと漠然としたボール設定っていうのを一日にできるレベルまで細分化してそれを継続するっていうことをやるわけですそして私がこの細分化の神だと思っているのが早食い選手の小林武さんですねホットドッグの大食いで世界チャンピオンである小林武さんなんですが彼がホットドッグの大食いをするときどんなことをやっているかご存知でしょうかえ普通にこう一生懸命 今早く食べるだけじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですがまず小林さんは ソーセージとバンズを分けるんですねで、ソーセージを半分に折って口に入れますで、このソーセージを咀嚼している間にバンズを水に浸してこう飲み込みやすくなったバンズを食べるっていうような画期的な戦術を編み出した人物なんですよねでなぜ小林さんをご紹介したかっていうと実は小林さんが編み出した方法っていうのは業務改善の教科書に載せたいくらいのお手本だからです業務改善をする時っていうのはまあ大体こういったプロセスでやっています 目的設定をします。何を改善したいのかっていう目的を設定して、次にタスクの細分化ですね。業務フローを細かく分割します。そして分業化します。 シンプルにしたタスクっていうのを同時進行で行います。そして仮説検証ですね。効果のないものはやめるっていうような、まあこういうプロセスで大体業務改善っていうのは行われるわけです。それぞれ小林さんの例に当めては説明していきます。まずこの目的設定、何を改善したいのかっていうところで、えー、小林さんはですね、まあ美味しく食べたいのであれば、パンと、 ソーセージとバンズ一緒に食べるべきなんですけれども早食いっていうのはおいしく食べることじゃなくていいかかに早く食べるかっていうのが目的ですよねでホットドッグは何より食べにくさが課題だっていうふうに感じた小林さんはホットドッグをもっと食べやすくするにはどうしたらいいかっていうような問いを立てました、まあ、これが目的設定ですねそして次タスクの細分化に移りますでホットドッグを食べるっていうタスクを細分化するわけです そこでバンズとソーセージに分ける。そしてソーセージも半分に分けるとかですね。これがタスクの細分化になります。そして次に分業化になります。モノタスクを同時進行。でこれ簡単に言うと工場化するっていうことですね。ソーセージを咀嚼しながら空いている片手を使ってバンズを水に浸すと。で通常ホットドッグを食べてその後に水で流し込むっていうのが一般的なんですけれども、このバンズを浸すことによって水を飲む時間も短縮できるよねっていうことです。このように業務フローを、まあ 細分化してやることをシンプルにしてからそれぞれ同時進行させる、まつ、あ、なぎ合わせるっていうことです。最後仮説検証ですね。効果のないものをやめるっていうことで、まあ、この戦術に至るまで小林さんっていうのはいろんな方法を試したようですで。特訓の様子を逐一ビデオに撮って。 で、データを全部スプラットシートにこう入力してですね、非効率なこととか、ミリオ単位の無駄にも目を光らせて、効果のないものはどんどんやめていったそうです。で、このように、ありたい姿を描いてですね、現状とのギャップ、まあ、課題ですね、を認識して、そこに行くための手段とか要因を分解して仮説を立てて、日々の行動に落とし込む。そして、データを取って仮説を検証して改善していく。まあ、つまり PDCA のサイクルを回すっていうことが当たり前なんですけれども、大事です。で 英語を出すための言語化っていうのはどうなりたいのかそれはどうやったら達成可能なのかの仮説を立てて検証をしていくプロセスそのものですで、なんですけれどもこれがなかなかできないんですよねということで次に言語化のコツを一つですねエピソードを交えてお伝えします これ三3点目のスピックです。倒産寸前の旅館に DX を入れて V 字回復した話ですね。経社の文化として曖昧な言葉とか人によって解釈が異なる言葉の定義を明確にして共通認識を取るっていうものがあります。例えば、あの生産性っていう言葉があると思います。生産性を高めるっていうことはよく使うと思うんですけれども、DX で生産性を高めようみたいな感じでなんとなくで使っていませんでしょうかそもそも生産性って何でしょうか 生産性を高める DX って具体的にどんなものなのでしょうかっていう感じでいちいち言葉の意味とか定義を確認する明確にするっていうのは弊社では息を吸って吐くように行われている日常的な習慣です歯磨きみたいにですねこれをやらないと気持ち悪いぐらいのレベルになっています特に私は曖昧なものがすごい気になっちゃって分解したくなるので 調べるる癖があるんですねノースウェスタン大学などの研究チームが2010年に公開したチームパフォーマンスに影響を与える要因のメタ分析をご紹介しましょうメタ分析っていうのは複数の質の高い研究を集めて結論を出すっていう研究手法のことですねでこの研究ではチームパフォーマンスに関する65件の研究から231個の相関係数をチェックして最終的に3つの変数にまとめました この3つがチームパフォーマンスに影響を与える変数3つですね。心理、行動、認知になります。で心理っていうのは、まあ、モチベーションみたいなものだと思ってくださいで。行動っていうのは具体的になる、何をするのかとか、仕事のプロセスをどういうふうにやるかみたいな、まあ、そのマニュアルができるようなものだと思ってください。で、認知について後で説明します。 そしてここに数字がそれぞれ書いてあると思うんですが、この数字がですね、生産性に影響を与える度合いのことだと思ってください。これを見ますと認知が一番組織の生産性に影響しているっていうことですね。例えばよくあるのが生産性上げようっていうふうに思った時に、社員のモチベーションを上げるにはみたいな心理面のアプローチをするとか、 一日に何件アボ取ればいいのかみたいな行動面にフォーカスしたりっていうようにこういった心理面とか行動面のマネジメントっていうのは経営陣とか管理職の皆さん課題としてあげる方が多いんですけれども認知のマネジメントが課題なんだよねと考えてらっしゃる方っていうのはまあほとんどいらっしゃらないかなと思いますじゃこの認知っていうのは何なのかっていう話なんですけれどもこのチームの中に溜まっているノウハウなどの知識とか情報っていうのを組織の中で共有してその情報をどう,いう というふうに解釈してどう意思決定していくのかとか自分たちはそもそも今何をしようとしているのかとか今やってるこのタスクの目的は何なのかっていうようにチームにおける情報処理プロセスとか認知活動全体のことをですねこの認知っていうふうに言います。 これが最も組織の生産性に影響してていいるっていう話なんですねでここを一番こう整えなければいけないのに例えばこう社員のやる気がないからモチベーションを上げなければいけないとかテレワークだから部下の行動をガチガチに管理しなければ不安だとか顧客からのクレームが入ったから直さなければいけないとかですね 目の前のネガティブな出来事とか不安に対処するための施策になってしまっていませんでしょうか DX の成功事例として有名なのが神奈川県にある陣屋という老舗温泉旅館です2009年には倒産寸前の状態だったんですが DX を導入して約3年で経営を立て直しています陣屋はもともと超アナログ経営でした宿泊客の管理はですね紙の台帳が基本で 顧客情報はサービス係の頭の中とかメモ帳の中にあって同僚に共有されるっていうこともなかったようです。なのでお客さんをよく知るサービス係がまあなんか偉いみたいな感じのヒエラルキーもあって職場で風通しも良くなかったようです。そこで新しい女将がですね経営を引き継いで顧客管理とか勤怠管理などを紙のものからデジタルに移行して 情報共有と業務の無駄を省くってことを行いました。しかし当時ですね、パソコンを使える従業員というのは一名だけっていう状態でデジタル化に反発する従業員の方も多かったようです。で、岡美はですね、従業員に対して ATM を使ってお金を下ろしたことがあるなら絶対使えるからというふうに説得したりとか、紙に書く方が早いじゃんというふうに言ってシステムをなかなか使おうとしないので紙の代長位の金を一切禁止にしたそうです。そして2年半ほどはですね、従業員の不平不満を対処の部 だったようなんですけれどもその間従業員の声を反映してシステムの使い勝手をよくしていきました。 従業員が積極的にシステムを活用し始めたのは、宿泊者からのお褒めの言葉があったからということです。前回宿泊した時の情報をもとに、混、まあ、てとか苦手な食材とか、同伴者の情報などですね、蓄積されていますから、それをもとに会話を膨らませたりとか、サービスをカスタマイズすることで喜ばれる機会が増えて、リピーターも増えたということで、従業員のモチベーションになっていきました。そういった成功体験から従業員の方はですね、今お客さんから聞いた話は、システムに入力してお 役にににに立つなないうふううふ考えて自分から積極的にシステムを活用するようになったようですでこの他にもですね集計が改善したら一部を給与に還元するというふうに公約して損益分岐点に対する達成度をグラフ化したことで高齢のスタッフもですね現状を把握して頑張って働くようになったりとか社内 SNS っていうのを作って投稿数の多い人に取っておいたお中元とかお歳暮をプレゼントするようなキャンペーンもうまく機能しているようです。 そして DX によって情報が透明化されて共有されたことで池の恋が死んでるんだけどどうしたらいいですかっていうようにこう聞く指示待ち人間っていうのが減って自分で考えて動けるスタッフが育ったようです。これが特に大事なポイントかなと思います。指示待ち人間っていうのはなぜ指示待ちなのかっていうと自分で判断するのに必要な情報が不足しているからですね。でかつてはベテラン社員に教えを請うて成長するっていうのが従来の時短教育の入れ方だったと思うんですが昨今ではですね ニーズの多様化でこのやり方にはさすがに限界が来ていますこの陣営の例でわかる通り DX の本質っていうのはこの認知活動のトランスフォーメーションだと思います、まあ、つまり意思決定の仕組みを属人化させるのではなくて各々がデータで判断するものに変えるっていうことですね言葉に厳密である数値を見るっていうと窮屈でギスギスした組織のように思うかもしれませんがこれむしろ逆です一体言わない問題とか あの先輩教えてくれないとかあの人の考えはおかしいとかっていうように客観的で透明な情報で判断できるようになると人のせいにしなくなるわけですよね。チームの認知活動をする時の共通言語としてやはり客観的なデータ数字っていうものがあると何をどういうふうに変えればいいのかっていうのが定量的に分かったりとか 数字の根拠を持って提案をできるようになります世界の共通言語は英語ではなく数字ですので数字やデータで話すことができれば事実ベースの円滑なコミュニケーションが取れるようになって組織の認知活動が活発になっていくということにつながりますまた個人においてもですね数字に強いと人生がイージーモードになるっていうのはもう数々の研究で言われています例えば問題解決能力が上がったりとか収入が高くなりやすかったりとか人生の満足度とか幸福度が高くなるっていうようなデータもありますのでぜひ言葉に 厳密になって世界共通言語である数字を使いこなせるようになってほしいなというふうに思いますということでまとめです伸びる人成果が出る人は言葉に厳密である言語化というのは世界を細かく分割する技術分割したものはデータを取りながら仮説を検証して改善していく世界共通言語である数字を使った認知活動ができるようになると問題解決力の向上収入アップコントロール感が増すので人生の満足度も上がるとこういった数値化言語化を身につく スキル方法について詳しい情報は LINE でお届けしようと思いますので興味がある方はぜひ LINE でお友達になってくださいこのチャンネルでは確率統計を使って世の中の謎を解くリアル謎解きを体験していただく教育エンタメチャンネルです高評価とチャンネル登録よろしくお願いします新しい動画を見逃さないように通知設定をオンにしてくださいそして YouTube ではできないちょっとマニアックな話を不定期でライブで行っています公式 LINE でお知らせしますのでまず LINE でお友達になってくださいそれでは次回の動画でお会いしましょうバイバイ今日ご飯何食べたい 何でもいいじゃあ中華は中華は嫌だ何でもいいって言ったじゃん。